ハマレオンです。マモシです。こんにちは。こんにちは、チャンネル T オリブです。今日はもうサムネにもある通り、はい、タイトリストの反発係数です、はい、タイトリストって初めてかな。おそらくそうですね、やったことないですね多分。で今回 TSR なんですけど、 TSR1 がどうしても手に入らんかったんで、はい、2,3,4 で計測しました、はい、ちょっと驚きの結果が出ましたね今回ね。びっくりすると思います。いやー、やっぱ飛ぶ飛ぶとは噂だったんで、うん、飛ぶんだろうなとは思ってて、で、はい、僕もシラはすることはあったんですけど、うんうん、やっぱその数字のやつ TSR、うん、ホニャンのとこのホニャンの数字が、うん、やっぱそれは僕すごい飛ぶなって思ってたんですよ。あ、そうな、はい、ただ TSR は一番人気なんは別のモデルというか、うん、僕がその好きな TSR ってどれが人気やったの。2番が2、はい、24みたいな、2431、まあ、234の順番で売れとったかなって感じで意外とやってますタイト。やっぱ飛ぶってなったらやっぱ数値もすごいの出てるんですね、うん、タイトってでもね、やっぱ僕は飛ばないイメージがどうしてもあるあるあるね、うん、やっぱ売ってる人見てもやっぱもう飛距離どうでもいい人が使ってるみたいな。まあ確かにな、ハードヒッターで俺もうこれ以上別に飛距離なんかあってもみたいなタイプの、シャフトはでいやいや、そう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 。その人向けやな、はい、タイトってそういうイメージでした、はい、これがね意外といいんじゃないのみたいなのがあるんで、うん、今からちょっと発表していきたいと思います、はい、じゃあまずは、反発係数とは何ぞやというのをねまず言っとかんとあかんので、反発係数はその、はい、単位がね、そうね、マイクロセカンド、はい、で測ってるんですけど、100万分の1秒でしたっけ、はい、まで計測した時にこの柔らかいとやっぱトランポリン効果で飛ぶから、うん、はい、それを239とかで抑えるんですけど、なんかその辺でまあやりましょうみたいな、でなんかその誤差で257までは誤差で認めますよっていう誤差なんですけど、でだから258からは違反クラブ、違反になりますね、クラブで、まあ、いわゆるツアー支給っていうのが256、257とかね、はい、そういう567とかのやつで出回ってて、今はまあまあないかもしれんけどな、うん、そういうのは。でもまあそういうイメージあります、ね、そうですよね。ただそれだけじゃないっていう、ね、そうですね、フェイスで飛ばすやつもあればボディで飛ばすタイプもあると、うん、はい、あるので、ちょっとまあ一概には言えないけどルール的にはね、まあ、参考にね、これをちょっと参考にして今後クラブを買っていくのにちょっと役立てていただける、はい、まあ、飛びの ポテンシャルはあると思うので、はい、数値が出てるってことは、そういうことですね、はい、じゃあ早速いきます。板厚の説明も、あ、板厚ね、板厚もあるんで、はい、まあ、板厚はやりながらちょっと説明しますか、はい、はい、この順番で説明します、はい、はい、じゃあまずはデータ的に言うとやっぱ TSR4、はい、4からちょっと小ぶりのタイプの、そうですね、やつですね、はい、US のヘッド見せます、そうですね、はい、こういうここに重りがあってここにも重りがあるタイプですね、で小ぶりのタイプです、はい、440とかかな、うん、多分まあ確かに小さくええ顔してるもんな、うん、なんかその、うん、好きそうな、アダム・スコットとかこういうの好きなんかなと思います、うん、多分使ってたと思うんですけどね、4を、うん、じゃあ、反発係数の方、はい、はい、まず板厚から板厚、はい、発表します。1番 3.82 分厚い、2番 2.65、はい、3番 2.50、 4番 2.46、 5番 2.56、6番 2.49、 7番 2.52、 うん、分厚めやな、うん、どっちかといえば、まあ、これも位置が真ん中がまあ分厚くて周りが薄めみたいなタイプやね、うんうん、反発係数は、はい、まず CT 値が248、はい、反発係数が 0.8261、はい、
まあまあ普通かなって感じかな、まあ、タイトって感じですよね、うん、タイトリストはこれぐらいなんかなっていうイメージですね、うん、上限いっぱいから数値だけで言うと4ヤードぐらいかな、うん、飛ばへんなっていう感じですね、うんはい、まあ4ヤードってどうなんプロの中で、うん、でも大きい気がする。大きいよな、うん、なんかそれこそそこのあと4ヤード行ったらダウンヒルで前に行くとかのちょっとってめっちゃ変わる気がするから、うんうんうん、まあ普通っすこれが、うん、まあ確かにね、うん、全然あかんわけではない。そうそうそう、まあうちだいたい順番的にどんどん高くなっていく順番で言ってるんで言っちゃった、もう言っちゃったなんで、次 TSR2 に飛びます。はい2はね、一番評価良かったです。あ、そうなんですか。はい、ちょっと大きめ大きめの設計で、もう後ろだけっていう感じですね、うん、なんかこう、今は新重心が流行ってますもんね、うんうん、2はいいって、常連さんもすごい言ってて、うん、その発売前から試乱の段階で、うん、ええー、ぞーって言ってたんですけど、やっぱ評価高かったです、すごく、うん、果たして、では TSR2 の板厚から発表します、はい、1番 3.57 2番 2.81 3番 2.51 4番 2.52 5番 2.59 6番 2.54 7番 2.51。 なるほど、なんか1番は TSR4 よりちょっと薄め。そうですね。でも周りは全体的に分厚め。うん。うん、なんか平均的にはこっちの方が分厚いんかなって感じかな。うん、なんかムラがないというか、そういうタイプですね。確かにこう平面っていう感じで。うんうん、でも測るんが真ん中で測るじゃないですか。うんうんうん、その反発係数は板厚は全体を測るけど、うんうん、だからちょっと。出そうな感じはありますよ ね、 まあどうしても死んで打った方が飛ぶって僕らも思ってますし、はい、では反発係数、はい、CT 値が253、反発係数が 0.8283。 そこそこ、いや優秀、かなり高めの、うん、うん、確かに攻めてる部類ですよね、うん、結構ね、うん、だからまあ評価高かったっていうのはうなずける、そうですね、とこかもしれない。これ以上のがあるっていうのがやっぱ今回のタイトの凄さというか、はい、タイトやのに、まあここまで来てると。確かに。で、まだ TSR3 残してるで、みたいな、うんうん、これって当たりヘッドってどれぐらいなんですかね。わからん。TSR3 を10個測ったら、うん、いや、それは違うと思うで。だからこそ、これだ、個体差あるのはちょっとさっき言っとかなあかんかもしれん、必ず一回やってみたいですよね。ヘッドかき集めて貸してください貸してください貸してくださいで、まあ、5個ぐらいでやろうけどな。あ、確かにね、うん、あ、まあ、もっと言うと3つでもいいかもしれないですけど、なんかその一番今回 TSR3 が出てるやん、はい、そればっかり集めた方がいいかもしれんな、うん、だからこの当たりヘッドがあるんかっていう、うん、確かにそれやってみよう、検証をしてみたいですね。集めれるヘッド集めて、うん、僕はこれが一番飛んだんですよ。ああ、そうなん、はい、まあ、顔が良かったから振りやすかったっていうのもある、うん、今度ここには重り、うん、2と一緒でないやつ、うん、4はここにあるんですけど、で今度はここがなんか変なあれやな、これウエイト弾道調整みたいな感じですかね、うん、こう重りの角度変えて、うんうん、ヘッドの大きさ的にはそこそこ2よりかは小さいイメージあります。あ、2よりちっちゃい、うん、で4よりかはでっかいです、うんけど重量は一番軽い。あ、ヘッド重量、はい、へえ、うん、でさっき一番顔が小さいって言ってた方が一番重い。はい、重いです。へえ、なんか TSR1 は軽量化してるみたいな感じだけどな。こんな感じ。 TSR3 発表します。はい、板厚1番 3.32 2番 2.40 3番 2.25 4番 2.29 5番 2.27 6番 2.24 7番 2.26。 薄いです。薄い、うん、薄い、めちゃくちゃ薄いってわけじゃないけど、この3つの中ではもうダントツ薄いな。芯も薄くなったし、うん、周りも薄くなった。
じゃあ注目の反発係数をちょっと発表したいと思います、はいはい、驚愕です、はい、CT 値が257パンパン反発係数が 0.8301 ギリギリっすね。もう最大値、うん、すごい。これ今中古屋走ってる人多いと思う。早ない早ない、飛ぶぞ言うて、これ見て。でもね、うん、あのトリプルダイヤ LS、うん、ローグ SD、 あれは見て買いに行きましたっていう人何名かいました、うん、僕のワスコさんもそれやったもんな。え、そうなんですか、うん、あれ見て僕の耳ですら何人かは言ってくれたので、うんうん、もうちょっと早いタイミングでこれ発表してたらそれは買いに行ってたかもしれへんや、うん、みんな新品も売れたかもしれないですね、うん、結構遅れたからこれ出す。確かになんかみんな興味あるんかなと思ってたんですけど、意外とコメントでタイトやってくれてたんで、うんうんうん、いやー257出ましたね、久々やな。さもう2年1年ぶり、うん、ローグ ST 以来ってことやろ、うん、もう超えてるのはね何個か見ましたけどダメダメという結果になりました、はいはい。まあ、もし TSR3 がお近くの中古屋さんにあるならもう今すぐ買いに行った方がいいかもしれないです。でもほんまに結果見たらなんかもう一回打ちたくなるというか、うん、そうポテンシャルは高いという状態ですね、はいはい。この動画が参考になったよという方はぜひチャンネル登録と高評価お願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。